いつもいつもスイングは直さないって言うじゃん。言う。ワンナップ得意の。言う。ワンナップならではのボールの位置を1センチずらすだけです。スイングは直しません。はい。アラスカから来ても1センチずらすだけです。です。なんでしょう。そうですよ。はい。そうでしょ。お家芸ですよ。やっぱりスイングは直したくないっていうかさ、うん、みんないいスイングするから言ってるけど、うんうん、その心は。ね、やっぱりね、平井博明のワンナップゴルフ、感覚で振ってることがやっぱ多いんで、どうなってようとボールが大事だから、うん、スイングの評価じゃないんだよね、うん、で、例えば10球打って1球ミスが出て、その1球のミスを追求する人いるのよ、うん、それはただのタイミングだったらどうするんですかって話なのね。あ、そう。したらそんな気にしない方がいいわけよ。うん、でその後もずっとナイス出続けるわけだから。うん、結構でも練習見ててそういうの多くて、うん、ずっとじゃあ1球目、2球目、3球目って10球、20球ってナイス打って、いきなりちょこっとミスすると、そのミスは何だったんだろうってずっと考えてるのね。そうすると今のスイングできなくなっちゃうのよ。うん、あとは、やっぱりね、少なからず、スイングっていじられるの嫌なんだよね、やっぱり。直したい直してっていう人って少ないと思う。ナイスショットが今打ててれば。うんうん、だから、あくまでもスイングっていうのは自分の中の作品みたいなもので、やっぱり、トール君が何かをさ、作り上げてさ、もう、まあ、プラモデルでも何でもいいけど。でさ、何か手直しされてさ、いや、俺のイメージと違うんだよなって言って、表彰にこう出されたらさ、うん、いやあれ俺が作ったもんじゃないみたいになる時もあるじゃん。そうだね。すべて自分の作ったものでナイスショットをやっぱ出したいから、うん、あんまりこうスイングって気にしない方がいいんだよね。で、ましてナイスショットが出てるんだったら、直す必要はないわけよ。うん、そしたら本当に、こまごまアドレスの形、ボールの位置とかを直して、より今のスイングを安定させるように作り上げていけばいいだけだから、どこの動き悪いんですかねっていきなり聞かれることもあるのね、うん、どこの動きも悪くないですよねって、そんなことないでしょって言われるのよ、うん、いやそんなことありますって言ってもうね、これから分かりますかなと、レッスンしていけば、うん、だからで結果的にその人ナイスボール何球も出始めて、うん、で今のこの1時間で僕スイング直しましたかって、うん、言って、いや直してないっていう方が結構やっぱいるわけ、うん、だから角度だったりそういうものは直すけど、うん、動き始めたところスイング中のことに関しては直さない方いっぱいいるわけ、うん、それでも安定したショットが出続けるんだよね、うん、もともとコテコテに直したスイングだったら話は別だけども、直してなさそうだな、打ってみてね、直してなさそうだなと思ったらチャンスだよね、うん、俺からしたらね。で、そのスイングで安定するように、どん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 作り上げていく。そうすると、自分の感覚の方がその方、勝ってるから、うん、崩れないんだよね、スイングが。ああ、うん、全部が作らされてないから。だから、すっごくそういうスイング大事。うん、だから、この間動画でバックスイングこんなこと上げてもないショット出るって言ったじゃない。だから、そういうことよ。で、インパクトの感覚を知ってるから。インパクトがどの圧で、うん、どの角度で入ってきたらナイスショットが出るって分かるから、うん、それに持ってけばいいんでしょって打ってるだけだから、だから本当にこんなスイングでいいのよ、バックスイング。ヌンチャク？ヌンチャクだって。なんだっていいのよ。インパクトの時にこうやってなってればいいから、そう。だそういうのが何か一つこれだっていうものを見つけたもん勝ちよね。じゃあその、いろいろ入れて、なんかすげえ変になっちゃってる人は、うん、もうそれを剥いでくる。はい、でいく。要は扇風機おばさんってことでしょ？何それ？扇風機おばさん知らない？何それ？知らないの？何扇風機おばさん？海外の整形して、うん、扇風機おばさんつって顔が腫れ上がっちゃった人。要は、綺麗になりたい、綺麗になりたいって言って、うん、もうめっちゃくちゃ整形して、うん、そう、だから、入れすぎて、迷っちゃった、パンクしちゃった人は、剥いでいくしかない。でも、剥ぐのは難しいの。入れるのは簡単なの。そうなんだ。そう、めっちゃ。めっちゃ難しいっていうか、俺そんな難しいことやってんのすごいだろうじゃなくて、うん、本人が難しいからの。うん、あ、そう。
どうしたらその人本来のスイング出てくるの、そういう場合は。本来のスイングっていうのは、いきなりできるわけじゃなくて、うん、例えばだよ、うん、このスイングと、うん、このスイングと、うん、このスイングとこのスイングさせるのよ。ああ、そうなんだ。そうそうそう。要は4パターン。ね、うん。そう。そうすると、うん、その方の力感の違いが見えるわけ。うん、で、一番気持ちよさそうに振ってんのが、うん、じゃあ、ここだとした、うん。って言ったら、その人遠い方がいいんだな。で、こっちとこっちは、どっちの方が気持ちよさそうだ、うん、こうやってやる人だった。したら、遠いワイドスタンス系のアドレスをさせたい人だから、うん、こういうスイングの人なんだね、その人はってなってくるでしょ。いや、すごいわ。すごい。そうそうそう。で、例えば、こういうスイングの方が楽そう。うん、で、近いスイングでショートスタンスだったら、こうやってくるくるスイングよ。こうやって。こういうコンパクトスイングタイプになってくる。そんなのどこで習うの？これは習わないよ。見っけたの？見っけたっていうか、そういう調べ方をした方が早いよなと思ったの。それをやらせないでも見抜ける方が多いけどね。でも分かんない人はやらせる。でも、いじらされちゃった人。隠れちゃってる人はね。そう。だから今、そう、今、トール君がさ、入れすぎちゃってって言ったじゃない、うん、だから、ああ、そういえば、そういうやり方があるからっていうので、今ちょっと言ったんだけど。そう。あ、要は、剥がし方。すごいんだね。そう、だからそうやって、その人の元のスイングをやっぱ見落としに行くんだよね、うん、俺も。だそれはどうやったらいいかなって考えたときに、うん、どれぐらい前だろうね。10年ぐらい前かな。おそう。だ遠い、近い、うん、ワイド、ショート、うん、4パターンやらせれば、うん、本当はその人どうやって振りたかった人なんだろうなっていうのが分かる。得意分野が分かる、その人の。それで全然違うからね。使い方が本当別人になるからね。あ、そう。うん、強、そうなんだ。強さも。へえ。本当に、例えば近くてショートの人が遠くてワイドに刺したら、こうってなるから、打てないんだから。あ、そうなんだ、うん。力入んないんだ。力入んない。でも、引く動作、こう、回転する動作が強い人って、こうやってやってたって、こうやって打てるから。そう、そういうのもある。それだけでも全然違うし、うん、あとはもう、その中でも、こうやってやるのを無理やりやったとき、うん、本当はワイドスタンスの人。うん、で、こうやってやったときに、うん、これでも無理やり使おうとするから、こうやって。あ、わかんない。そう。日本昔話の竜みたいになってるから、こうやって。それぐらい使おうとするの。あ、そう、だから窮屈なんだなと思う。あ、だもういいですよ、それは。もう、ね、ワイドにして、こう、打ちやすいように。そしたらもう、水を得た魚ですよ。そう、そういうスイングの変化がわかる。うん、だね、全然そういうのものって、他にもね、いろいろ、調べ方とか、うん、そういうのもあるんだけど、うん、そういう剥がし方を私はしてますと、うんうん、でもそれしなくても分かる人がほとんどなんだ。ほとんどそこまでどっぷりの人って今まで10人ぐらいしかいないから。あんなに見せて、うん、あ、そう。幸いにもね、 2,3 個が今まで一番多かったかなっていうぐらいで、うんうん、いやいやいや5個ぐらいの人もいたし、うんうん、でもまあ少ない。そうなんだ。うん、でも1年経っても剥がれない方もいるけどね。あ、でもレッスンの回数が少なくて、うん、なかなか剥がしきれない、うんうん、っていうのもあるけどね。まあ本当に難しい、入れると本当に最終結論、うん、やることが多くなるしね。チェックすることが多いってことはチェックしきれないからね。一番上に答えが合っててほしいのはボールをターゲットに飛ばすことじゃない、うん、そう。だからそれが一番最初がスイングになっちゃう、うん、とそれはもう全然わけが違うから、ね、あ、さっきなんかで言った逆算の話だ。あ、そう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 、そこになっちゃう、やっぱり答えは。なんでそういう、まあ、スイングチェックの仕方っていうのもありますね。ちょっと逆算の話しといた方がいいね。逆算の話何逆算の話って感じだよね、多分今これを初めて見て。あ、なるほどなるほど。まず打ちたい球筋距離があって、うん、そのためにどういうインパクトを迎えるか、うん。で、そのインパクトを迎えるためのバックスイングなりダウンスイングを取ってるかどうか。うん、で、その
そのダウンスイングをとバックスイングを取るためのアドレスを取ってるかっていうのができてきたら、一、うんうん、つしかないじゃん、全部。うん、そう。だから、それに何を加えたいのかってことよ。例えばそれに、今何もない状態のことを言ってます、うん。それに雨が降った、風が吹いた。うん、って言ったら、もうちょっと飛ばしたい、もうちょっと風に負けないようにってなってきて初めて、うん、じゃあ今のその、一個ずつ辿ってったスイングに、ロフトを立ててみようとか、ウェイトを加えてみようとか、そういうものが入ってくるっていうだけで、常に何かを入れるわけではないってこと。その逆算ができる。まずターゲットのポジションを決めて、そこに対してどういう球を打つか。で、そういう球を打つためのスイング。で、そういうスイングをするためのアドレスってなってきたら、もう答えは一個ずつしかないはず。そうだよね。だから、動きとか形が先にあるんじゃないってことだよね。あるんじゃない。ボールが先になかったら何の意味もない。何の意味もない。こうやって動いてっていうのは。そう。ナイスショットを出すための何をやるかっていう。そうだよね。そう、こと。それがすごく重要なんですよ。大事だね。大事。ね。すごい大事だね。大事よね。俺やんないけどそれ大事だと思う。そうだよね。いや、ほんとそうなんですよ。うん、だから、この話を、トール君が10年後されても俺は、うん、そうだって言える。そうだね。ね。そう。50歳になってもね。そう。それぐらい大事なことなんですよ。うん、本当に大事なんで、ぜひその逆算を試しに練習場でやってみてください、本当に。コースでもいいんで、一球だけでもいいですよ。それだけでイメージが変わったらラッキーです。今回はですね、スイングを直さないでナイスショットを打たせますという動画ですね。内容を取っていきました。こういった内容でレッスンはやらせていただいているのと、最後逆算の話しましたけども、そういうイメージで練習してみてください。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと、特別なですね、ミーティングですとか、レッスン先行予約、あとオンラインサロンではですね、ちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですねをオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。